はい、どうも、サラクーです。今日は国土交通省航空局から出てます、機体登録の事前申請に関わる Q&A 集について話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めまして、サラクーです。今日は国土交通省航空局から出てます機体登録の事前申請に係る Q&A 集、こちらについて話していきたいと思います。で、こちらですね、機体登録の事前申請に関しましては去年の2021年12月20日からスタートしております。で、今年の6月20日から100グラム以上の無人航空機に関しては機体登録、こちらがですね義務付けられてますので、そちらですね事前申請がすでに始まっている状況です。で、こちらの事前申請の方、ドローン登録システムの方で事前登録をすることになるんですけども、結構ですね、今の時点でも Q&A ということでかなり質問がですね、航空のヘルプデスクの方に殺到している状況になっております。こちらですね、国土交通省航空局の方が無人航空機登録ヘルプデスクでの問い合わせのですね、多い質問というものをですね、まとめておりますので、そちらの方ですね、今回は紹介していきたいと思います。で、こちらに関しては、こちらですね、ドローン登録システムに書かれているこちらですね、よくある質問問い合わせとはですね、また別のところにね、書かれているものになります。こちらになります。無人航空機、ドローン、ラジコン機等の飛行ルールのところにですね、下の方に行きますと、お知らせという部分があります。こちらの方にですね、機体登録の事前申請に係る Q&A 集、こちらの方がですね、実はね、掲載されております。でですね、今回は2022年の1月7日時点版ということでですね、今出ております。全部でですね、16問あるので、今回こちらをですね、一つ一つ見ていこうかなと思ってます。で、見ていってですね、私の方のですね、所感も合わせて話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、結構ですね、時間かかるかなと思いますので、こちらの方ですね、タイムスタンプの方も打ちましたので、必要なあるところだけですね、飛ばしながらね、見ていただければなと思っております。で、今回、2022年の1月7日時点版ということで、今後ですね、国土交通省航空局の方も、こちらの方はですね、アップデートしながら作っていくと思われますので、その時点でですね、追加された質問に関しては、こちらの動画にですね、付随した形でですね、また別の動画としてね、上げていこうかなとも思っております。では早速なんですけども、1問目からね、いきたいと思います。よろしくお願いします。まず1問目ですね。知人 A と同じタイミングに登録申請したが、知人 A はすでに登録記号が発行されていますが、自分のところにはまだ連絡ありません。で、こちらに対しての回答ですが、申請内容や本人確認の方法によって処理が前後する場合がございます。また申請の受付を開始してから多数の申請をいただいているため処理に時間を要しております。ご不便をおかけしますがご了承願います。なお、ご自身の申請の処理状況についてはドローン登録システムの所有者本人が手続きする場合はこちらの枠の中にある申請状況確認、取り下げ、支払いから確認することができますというようなですね、回答になっております。こちらですね、登録番号というのがですね付与されるんですけども、これ場合によってですね、その登録番号の付与がですね、前後することがね、あるということになっております。実際ですね、どこを見るとですね、登録番号がね、わかるかというと、こちらの方ですね、実際私の方でログインしたところにですね、機体情報というところがあるんですが、そちらの方にですね、こちらのですね、登録記号ということで、JU から始まる登録記号がね、書かれております。ちょっとですね、一部ですね、モザイクかけさせていただいておりますけれども、JU のね、この下のところ、以下のところもですね、番号が書かれていて、登録記号としてね、登録されているということになってます。こちらはですね、最初のうちはですね、登録記号っていうのが、付与されてない状態なんですけども、こちらに関しては、状況によってですね、前後するということで、登録したらですね、すぐね、記号がね、付与されるということではないということになります。続いて2問目に行きたいと思います。すでに DISP、SISS においてアカウント、ログイン ID、パスワードを所持しています。これらのアカウントでドローン登録システムにログインは可能ですか？ということに対しての回答なんですけども、DISP、FISS のアカウントではログインできません。ドローン登録システムについて新たにアカウントを開設してくださいということで、
今のところですね、この DIPS、SISS、あとドローン登録システムに関しては別々のですね、アカウントになっております。3問目に行きます。アカウント開設時の最初の画面で利用規約を読んだのにチェックができません。また、航空法における無人航空機、ドローン、ラジコン機等の飛行ルールを理解しましたにチェックを入れられません。なぜでしょうか？それに対しての回答ですが、利用規約が記載されている画面を最後までスクロールして内容をご確認いただくと、利用規約を理解しましたにチェックを入れることができます。無人航空機の飛行ルールをご確認いただき、航空法における無人航空機、ドローン、ラジコン機等の飛行ルールについてをクリックした後に表示される資料をご確認いただくと、航空法における無人航空機、ドローン、ラジコン機等の飛行ルールを理解しましたにチェックを入れることができます。なお、ドローン登録システムに対応したブラウザ、Edge、Chrome、Safari を使用していない場合は正常に動作しないことがありますのでご留意くださいというふうに回答が書かれております。で、こちらに関しては、こちらのですね、利用規約と無人航空機の飛行ルールのところ、こちらですね、利用規約、確かにですね、こちら下の方に行くとですね、そこまでですね、チェックをね、ここを押してもね、チェックを入れることができません。こちらの方はですね、この利用規約のところ一番下までね、こうやってスクロールすることによって、まずここのですね、一つ目のところでね、チェック入れることができます。あと、ここのチェックの下のところのチェックなんですが、こちらですね、ここですね、航空法における無人航空機、ドローン、ラジコン機等の飛行ルールについてという、こちらのですね、リンクボタンをね、押していただくと、こちらのですね、PDF がね、出てきます。こちらのですね、PDF がね、出てきた状態ですね、もう一回こちらの画面に戻って、こちらをですね、チェックすることがね、可能になります。ということで、こちらの方のですね、回答となっております。4番目の質問なんですが、アカウント開設の申請を行いましたが、ログインするためのログイン ID がわかりません。ログイン ID を知るためにはどのようにすればよいですか？その回答なんですけども、アカウント開設の申請が行われると、ドローン登録システムからアカウント開設時に入力したメールのアドレス宛てに、ログイン ID を記載したメールが送信されましたので、メールをご確認くださいというふうになっております。こちらですね、他のシステムでも同じなんですけども、ログイン ID というのがですね、メールアドレスにね、送られてきているということになります。こちらに関してはですね、他のシステムもよくある話なので、デジタルにね、慣れてない方に関しては、ちょっとなかなかですね、難しい部分があるかもしれないんですけども、基本的には、最近ですね、ものに関してはこういうふうな形を捉えるシステムというのがね、多いので、こちらの方はですね、慣れていただくしかね、ないのかなと思っております。5番目の質問になります。マイナンバーカードを利用した新規の機体登録申請時に、所有者情報、機体情報、使用者情報を入力し、登録申請をした後、処理中、読み込み中の画面が表示されてましたが、いつまで経ってもその画面から変わりません。この回答に関しては、登録申請をした後、画面上は処理中、読み込み中の画面が表示されるとともに、所有者情報に登録したメールアドレス宛てに、ドローン登録システムから到達確認をするためのメール、ドローン登録システム各種手続き確認のお知らせを送信しております。メールに記載されている URL をクリックすると、処理中、読み取り中の画面から次の画面に遷移しますので、次の画面に従い操作を進めてくださいというふうになっております。こちらに関してもですね、実際そのメールのところをクリックすると自動的にパソコンの方とかですね、処理中というところのステータスがですね、くるくるって回った状態でくるくる回っていると思うんですけども、来たメールのところに書かれてですね、URL をチェックするとそこからね、先に進めるようになっております。こちらに関してもですね、実際 Google をはじめですね、このようなシステムを捉えているところって結構あるので、こちらもですね、先ほどの質問同様ですね、デジタルに慣れてない方はなかなかですね、戸惑う部分があると思うんですけども、こちらのね、回答にある通りですね、メールから来たですね、URL をね、クリックするとね、次に進めるようになるので、そこのところですね、慣れていただくしかね、ないのかなと思っております。6番目の質問になります。マイナンバーカードを利用した新規の機体登録申請時に利用者証明用電子証明書パスワードまで入力が終わり、処理中、読み取り中の画面が表示され、登録申請完了の画面が表示されました。メールは届かないのでしょうか？こちらに対しての回答なんですけども、利用者証明用電子証明書パスワードを入力し、処理中、読み込み中の画面が表示され、
登録申請完了の画面が表示されると、ドローン登録システムから申請受付完了のメールが送信されます。システム内の処理状況等により、登録申請完了の画面が表示されてから一定時間経過後にメールが送信される場合がありますので、ご了承願いますと。ということで、あくまでもこれもですね、自動返信メールになっているんですけども、メールのね、込み用によってはですね、遅れるっていうこともね、あるかなと思いますので、そちらの方はね、待っていただければ、必ずですね、申請受付完了メールはですね、送信されるので、これはね、待っていていただく必要はね、あるのかなと思っております。7番目の質問に行きます。メールが送信されるはずなのですが、メールが届きません。こちらの回答なんですが、メールが届いていない場合、特定のドメイン拒否や指定メールアドレス以外は受信拒否しているなどの受信制限が設定されていないか、迷惑メールに振り分けられていないか、メールサーバーの容量がいっぱいになっていないかなど、登録されたメールアドレスが受信可能な状況であるかをご確認ください。なお、受信制限の解除方法やメールサーバーの容量の確認方法については、お使いの環境ごとに異なりますので、ご契約のキャリアやプロバイダーへお問い合わせくださいというふうになっております。こちらに関してもですね、メールのですね、届かないということは、迷惑メールになっているとかですね、メールサーバーの容量がいっぱいになっているとか、よくある話なので、こちらもですね、先ほどの質問からずっとね、流れからなってしまいますけども、なかなかですね、デジタルに慣れてない方っていうのはですね、ここら辺のところ、メールに関してもメールサーバーがいっぱいになっているとか、あとはよくあることはですね、迷惑メールですね。迷惑メールの方に届いてしまってて、で、実際ですね、来てないというふうになってですね、実際迷惑メールを開くとですね、そこにあるということもあるので、そこら辺はですね、チェックをしていただくと。いうことになるかなと思います。8番目の質問なんですけども、eKYC、運転免許証等やご自身の顔をスマートフォンで撮影する本人確認の仕組みを利用した新規の機体登録の申請時に、所有者情報、機体情報、使用者情報を入力し、登録申請をした後、処理中、読み込み中の画面が表示されましたが、いつまで経ってもその画面から変わりません。こちらの回答なんですけども、登録申請をした後、画面上は処理中、読み込み中の画面が表示されているとともに、所有者情報に登録したメールアドレス宛のドローン登録システムから到達確認するためのメール、ドローン登録システム各種、手続き確認のお知らせを送信しております。メールに記載されて URL をクリックすると、処理中、読み込み中の画面から次の画面に遷移しますので、次の画面に従い操作を進めてくださいと。というふうになっております。こちらに関しては前の方にあった質問と同じですね。くるくると回った処理中というところはですね、ずっと変わらないまま、全然動かないからどうしようというふうになっていると思うんですけども、基本的にですね、自動返信されたメールのですね、 URL をですね、クリックすると次に進むようになってますので、そちらをね、クリックしていただくという形になるかなと思います。9番目の質問です。運転免許証を用いた eKYC による本人確認を行い、登録申請まで終わりましたが、その後運転免許証を撮影し直すよう修正指示がありました。どのように操作すればよいでしょうか。こちらの回答なんですが、お手数ですが修正指示に従い、新たに機体の登録申請を行ってください。修正指示により差し戻された申請は30日を過ぎると自動的に削除されます。その際、ドローン登録システムからメールが送信されますが、何か操作を行う必要はありませんということで、こちらですね、私の方もですね、他の動画でもコメントがあったんですけども、結構ですね、この運転免許証をですね、撮影し直すような場面っていうのがね、結構あるそうです。その時のですね、コメントに書いてあったんですけども、なかなかですね、こちら全部ですね、AI によってですね、本人確認の方とかもね、行ったりするので、こちらの方はもう本当に撮影し直すということでですね、修正指示に従って、やっていくしかないのかなと思っております。10番目の質問です。GBiz ID とは何でしょうか。 GBiz ID とは法人個人事業主向けの共通認証システムです。 GBiz ID には GBiz ID プライム、 GBiz ID メンバー、 GBiz ID エントリーがあり、ドローン登録システムで利用するためにはあらかじめプライムまたはメンバーを取得する必要があります。 GBiz ID エントリーはドローン登録システムでは利用できませんので、ご了承ください。
GBIZID の詳細はデジタル庁ホームページをご確認くださいということで、こちらですね、GBIZID に関してはですね、デジタル庁がですね、管轄したものになっております。で、こちらですね、プライムメンバーエントリーってあるんですけども、そのうちのですね、使えるのがですね、プライムとメンバーのみで、エントリーはですね、利用できないというふうになっております。結構ですね、そのエントリーだけしてですね、こちらのですね、ドローン登録システムをですね、利用しようとする方もね、ある程度ね、いらっしゃるみたいですね、そちらの方がね、質問にね、来てる形になっております。こちらに関してはですね、システム上でプライム、もしくはですね、メンバーでですかね、できないようにね、なってるかなと思いますので、こちらはですね、それに従ってね、やるしかないと思ってます。11番目の質問です。GBIZID メンバーを作成し、本人確認の際に利用しましたが、エラー画面が表示され先に進めません。こちらの回答なんですが、GBIZID メンバーのアカウントにドローン情報基盤システムの利用権限が付与されていない場合、エラー画面が表示されます。利用するためには GBIZID プライムアカウントの GBIZID メンバー管理メニューから GBIZID メンバーアカウントにドローン情報基盤システムの利用権限を付与してください。利用権限の付与方法がわからない場合は、GBIZID プライムアカウントを管理している部署やデジタル庁ホームページをご確認ください。無人航空機登録ヘルプデスクではご案内できませんというふうになっております。で、こちらに関しては、GBIZID がですね、各ですね、システムに対しての利用権限というものをですね、付与する必要がね、あります。今回の場合は、ドローン情報基盤システムの方ですね、利用権限を付与する必要があるんですけども、そちらの方にですね、付与されている場合はですね、エラー画面をね、起こすそうです。で、こちらの方もですね、ヘルプデスクの方にいろいろね、問い合わせが来てるんですけども、デジタル庁のね、ホームページとか、あとは管理している部署じゃないと、こちらの方はですね、無人航空機ヘルプデスクの方ではですね、案内できませんというふうになってますので、あくまでもこちらデジタル庁の方でね、確認するね、必要がね、あるかなと思っております。12番目の質問です。メーカー機の機体情報を入力する際、プルダウンメニューに自社の機体情報を表示させるには、どのような手続きが必要でしょうか？事業者様向けということで、こちらですね、回答なんですけども、自社の機体情報をプルダウンメニューに表示させたい場合、航空局ホームページ、無人航空機の登録制度のページにある機体メーカーの方へご参照くださいというふうになっています。こちらに関してはですね、実際、登録する側ではないんですけども、あくまでもですね、メーカーとかですね、あとはですね、販売店とか、事業を行っている人がですね、こちらの方ですね、登録をね、する必要があります。今実際ですね、こちらの製造者名、こちらの方ですね、プルダウンでこうやってやるとですね、出てくるのが DJI とかですね、あとは GoPro とか、Power Vision、あとスカイリオとかですね、あとその他諸々、いろいろとですね、ヤマハとか強商とかもありますよね。例えばですね、ハブさんとか、あとオーテオロボティクスとかですね、ここら辺はですね、まだね、登録されてないという状況になってるかなと思ってます。こちらあくまでも事業者とかメーカーがですね、申請して、こちらの方はですね、国土交通省航空局が許可した上でですね、こちらのですね、プルダウンのところに追加されていくようなね、形になるかなと思っております。なので今ですね、DJI とかね、持ってる方はですね、簡単にこうやって DJI をプルダウンして、そこからですね、選べるようになってるんですけども、そうじゃない場合は、こちらのですね、自作した機体とかね、その他からですね、実際をね、打ち込んでいかなきゃいけないので、こちらに関してはですね、今ですね、結構そのハーブさんとか、オートロボティクスとかもですね、出ているので、ぜひですね、メーカーの方はですね、申請していただければね、かなりですね、楽になるのかなと思っております。続いて13番目の質問です。改造機や自作機を登録する際に必要な機体の写真にはどのような写真を添付すればよいですか？こちらの回答なんですけども、機体の重量が25キロ未満の場合は、登録する機体の外面がわかる写真を1枚添付してください。機体の重量が25キロ以上の場合は、機体上面、前面、側面、及び操縦装置の使い感がわかる写真、計4枚を添付してください。この際、メーカーなどのカタログ画像ではなく、ご自身の機体などを撮影していただき、画像から機体等の一部がはみ出すことないようにご留意くださいというふうになっています。ということです。こちらですね、写真をどのようにですね、添付すればよいかというようなね、質問になっております。こちらのですね、ドローン登録システムの場合、25キロ未満の方がね、ほとんどだと思うんですけども、こちらですね、機体の外面がわかる写真をですね、1枚添付すればよいというふうになっております。
でよくやるのはですね、こちらにも書いてあるんですけども、カタログ写真でですね登録されようとねする方がねいらっしゃいますけども、それだとですね基本的には修正がねかかるかなと思います。14番目の質問です。ドローン登録システムの各種ボタンを押してもなかなか次の画面に進まない。こちらの回答なんですけども、多数の申請を処理しているため、画面の遷移やメールの受信、申請情報の反映に時間がかかる場合があります。順次処理を行っていますので、画面の更新、キーボードの F5 キーを押し下げ、スマートフォンなどの更新ボタンを押し下げなど、や他の操作をすることは控えていただき、処理が行われるまでお待ちくださいと。ということになっております。こちらですね、実際今かなり混み合っている状況だと思います。なので、先に画面が進まないということはねよくあるかなと思います。よくですね、新製品が発売された時に、殺到した時にですね、なかなか次の画面に進まなくてですね、いろんなボタンを押しながらやってしまって、結局ですね買えないというね現象が起こった方もね、いらっしゃるかなと思いますけど、こちらの方ですね、ドローン登録システムね同じような感じです。今かなりですねドローン登録のですね事前登録ということでかなり混み合っている状況なので、実際ですねなかなか先にですね画面が進まないということもねあるかなと思います。こちらですね、待っていただくしかないと思いますので、こちらはですね、焦ってですね、他の操作はね、しないようにしていただくのがね、いいかなと思います。続いて15番目の質問なんですが、登録システムに入力する製造番号がわかりません。こちらに関しての回答なんですけども、製造番号の表示の場所や仕方などはメーカーによって異なります。購入した機体の取扱説明書やメーカーのホームページを確認するなど、必要に応じてメーカーへ問い合わせるなどしてください。メーカーにより2桁にわたって記載されている桁数が異なるなど、製造番号に関する取り決めや表示方法が異なります。製造番号が他の方と重複していると登録できませんので、間違いなきように登録してくださいということなので、こちらですね、登録システムに入力する製造番号がね、わからないという方がね、いらっしゃいます。こちらに関してはあくまでもね、メーカーに問い合わせてくださいという形になっております。Amazon とかでね売られてるようなちょっとね怪しめのドローンっていうのは、製造番号とかもね全く書いてないっていうこともねあったりします。でその時にメーカーにね問い合わせても、それでもですね製造番号ねわからないパターンがねあるかなと思いますけども、そのようなドローンはこちらですね国土交通省航空局の方は登録しないでくださいと言っているようなねものかなと思っています。登録するドローンがどういうものなのか国土交通省航空局の方は知りたいと思いますので、あくまでも製造番号をね分かったドローンしかですね登録できないようになっているかなと思っております。製造番号がね分からないドローンっていうのはですね結構怪しくて結構事故りやすいようなドローンかなと思いますので、諦めていただくか、もしくは本当にねメーカーにしつこくね問い合わせて製造番号を教えてもらうか、してもらうしかね手はないのかなと思っております。はい、最後16番目になります。2期目以降の登録は割引になると聞きました。どのように申請すればよいですか？こちらの回答なんですけども、1件の申請に対して複数機体を登録した場合、2期目以降割引します。続けて2件の申請を行っても割引となりません。オンライン申請では1件の申請で20機まで登録できます。やり方はドローン登録システム使い方から機体を新規に登録するをご覧くださいというふうになっています。なので、こちらですね、申請をですね、一件一件行っていくとですね、割引効きません。こちらに関しては、一件の申請で複数台ですね、ドローンというのが登録できるようになってますので、こちらに関しては20機までと、オンライン申請よりはね、20機までということで、なってますので、そちらの方でね、やっていただくしかね、ないのかなと思ってます。本当に一件一件だとね、少しずつなんですけど、損していくようなね、形になってますので、まとめてですね、やっていただくね、必要がね、あるかなと思ってます。今後ですね、ドローンを買い足していく場合は、一件一件の登録になってしまうので、なかなかですね、割引はね、受けられないのかなと思ってますけども、今のですね、事前申請の場合は、ある程度ですね、まとまったドローンというのをね、皆さん持っているかなと思いますので、その場合はですね、まとめて一件ですね、複数台を登録申請していただくというのがですね、安上がりになるかなと思っております。はい、ということでですね、以上が2022年1月7日時点版のですね、機体登録の事前申請に関わる Q&A 集 A になります。今回ですね全16問ありました。こちらに関してはですねバージョンアップの方をされていくのかなと思っております。
まだまだですね、結構 Q&A ということで、いろんなことがですね、無人航空機登録ヘルプデスクの方にね、問い合わせね、かかってるかなと思います。最近もですね、結構 Twitter で、こちらのですね、ヘルプデスクの方の問い合わせ、殺到してるという話をですね、よく聞きますので、まだまだですね、こちらの Q&A 集、さらにね、追加していく形になるのかなと思ってます。まあ、今後はですね、実際登録だけじゃなくですね、それを廃棄するとか、あとは譲渡したりとかですね、今後いろいろですね、出てくるかなと思います。まあ、こちらに関しては、こちらのですね、ドローン登録システム、こちらのですね、よくある質問とか問い合わせの方にもね、書かれてるんですけども、まあ、それ以外のこともですね、結構ですね、事案としてね、出てくるかなとは思っております。なので、あくまでも今回は1月7日時点版ということなんですけども、今後ですね、新たに追加された場合は、まあ、こちらの動画にですね、まあ、追加する形で、また新たにですね、動画の方もね、作っていきたいと思います。で、こちらですね、機体登録の事前申請にかかる Q&A 集に関しては、この動画の概要欄の一番上のところにですね、リンク先を貼っておきますので、もしですね、気になる方は、実際見ていただいてですね、確認していただければ、ね、いいかなと思います。はい、ということで今回は国土交通省航空局から発行されています機体登録の事前申請にかかる Q&A 集について紹介しました。ということでですね、今日の動画はね、以上となります。次の動画でね、お会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。